カルロアンチェロッティは、イタリア、レッジョ・エメリア兼、レッジオーロ出身の元サッカー選手。現在は、サッカー指導者。元イタリア代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ハードなプレースタイルからタイガーとあだ名がついた。カブリーグの弱小クラブであった、パルマ AC でキャリアをスタートする。1979年に、エースローマに移籍し、9月23日。 第2節のペスカーラ戦でセリエ A 初ゴールを決めた。1982から83シーズンにスクレットを獲得。1983から84シーズン12月4日のユベントス戦で試合途中に負傷し長期離脱。チームはチャンピオンズカップで決勝に進出したが、怪我の影響で決勝のリバプール戦は欠場した。この後は首相も務めた。 ローマでは227試合17ゴールの成績を残し、2014年にはチームの伝道入りを果たしている。1987から88シーズン、ローマは放出を渋ったことから移籍期限終了間際に、当時としては大金であった移籍金約5億円で AC ミラーに移籍、同シーズンには自身2度目のセリエ A 優勝を果たした。 1988から89シーズン UEFA チャンピオンズカップ準決勝のレアルマドリード戦セカンドレグではミドルシュートで先制点を挙げチームを5から0の勝利に導き決勝でもスタメンで出場して優勝同年のトヨタカップでも優勝した1989から90シーズンの UEFA チャンピオンズカップでもレギュラーとして活躍 ミランの同大会に連覇に貢献した。1991から92シーズン、ベンチスタートになることも多くなり、リーグ優勝を置き土産に現役を引退、ホーム最終節のベローナ戦で2得点を記録した。イタリア代表としては1986年、メキシコワールドカップでは代表入りしたが、出場はなかった。百八十八年、ユーロドイツ大会に出場。 1990年、イタリアワールドカップでは主に控えであったが、3位、決定戦ではスタメンで出場を果たしている。セリエ B の AC レッチャーナ1919 19で、指導者としてのキャリアをスタートさせ、1シーズンでセリエ A 昇格を果たす。このシーズン限りで退任し、現役時代キャリアをスタートさせた、パルマ FC の指揮を取る。パルマはビッグクラブに変貌しており、 各国の代表選手をまとめ上げて1997年には、競合のインテル、SS ラジオなどを抑え、ユベントス FC に次ぐ2位に導いた。成績不振で解任されたマルチロリッピの後を受け、1998年のシーズン途中に、ユベントス FC の監督に就任。1999から2000シーズンはチームを見事に立て直し、最終節の AC。 ペルージャ戦に勝てば優勝できたのだが、ここで、まさかの敗北を喫して2位に終わる。2000から01シーズンも最終節で、エースローマに逃げ切られ2位。これで、パルマ FC 時代と合わせ3回目の2位となり、シルバーコレクターと揶揄される。ヨーロッパカップ戦においても結果を残せなかったため、このシーズン限りで解任された。ミラン時代フリーのみとなっていた2001から02。 シーズン途中、成績不振のフルス AC ミランの監督に就任。2002から03シーズン、2006から07シーズンにはミランで UEFA チャンピオンズリーグ制覇を果たした。これにより選手、監督両方で UEFA チャンピオンズリーグを制覇した4人目の人物となった。なお、AC ミランと契約する直前までパルマの 監督就任が濃厚と報じられていたが、パルマと契約交渉する日の午前中に AC ミランとの契約に合意し AC ミランの監督に就任したという逸話がある。AC ミランでは8年にわたり監督を務める長期政権になった。8年間安定した成績を収め UEFA チャンピオンズリーグでも常に上位に進出した。チェルシーのキャプテンであるジョン・テリーと優勝を喜ぶ。 アンチェロッティ2009年6月1日、イングランドプレミアリーグのチェルシーの監督に就任した。就任後、初の公式戦となった FA コミュニティシールドで、プレミア王者のマンチェスターユナイテッドを PK 戦の末に倒し、自身の指導者としてのキャリアでは、イタリア国外で初となるタイトルを獲得した。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、 因縁の相手インテルに敗れて、ベスト16に終わったが、リーグ戦では2度目の得点王に輝いたドログバが29ゴール、ミッドフィールダーのランパードが22ゴールを挙げたのを、筆頭に当時プレミアリーグ史上最多の103ゴールに、ものを言わせた圧倒的な得点力を武器に、最終節まで優勝争いがもつれた末に4シーズンぶりの優勝をもたらし、連覇を目指した FA カップも優勝。 監督に就任して、最初のシーズンで2冠を手にした。しかし、翌2010から11シーズンは怪我人が続出して、シーズン半ばに、チームが不振に陥った。冬の遺跡市場で、フェルナンド・トーレスとダビド・ルイスを獲得し巻き返しを、図ったが、ダビド・ルイスが、チームにフィットした一方で5000万ユーロという、英国市場最高額の遺跡金で加入した。 フェルナンド・トーレスを取り込むための試行錯誤に手間取ったのが当時首位を走っていたマンチェスター・ユナイテッド追撃の足かせになり結局無冠、シーズン終了後に解任された2011年12月30日 AC ・ミランで同僚だったレオナルドスポーツディレクターに誘われパリ・サンジェルマン FC 監督に就任契約は2年半2年目の2012から13シーズン 総額180億円の拒否を投じて、ブラジル代表のチアゴシウバ、スウェーデン代表のイブラヒモビッチ、アルゼンチン代表のラベッシュ等を獲得。リーグ最多の69得点とリーグ最小の23失点で19年ぶり3回目のリーグ優勝。2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、チーム史上最高のベスト8に導いた。 2013年6月25日、レアル・マドリードの監督就任が発表された。契約は3年間。2014年4月17日、コパデルレー決勝で FC ・バルセロナを破り、国王杯優勝を果たした。リーガではアトレティコ・マドリード、FC ・バルセロナとの混戦の末に優勝を逃した。ばかりか、2003から04シーズン以来10年ぶりの3位に沈んだ。 チャンピオンズリーグでは準決勝で、対戦前の通算成績では7勝11敗と、相性が良いとは言えず、敵地に至っては1引き分けした以外は全敗している。前回王者で、世界に連覇を狙ったバイエルン・ミュンヘンに2連勝。チームがバイエルン2に連勝したのもそうだが、バイエルンのホームで勝利した、史上初の監督となった。 初の同都市を本拠地とする対戦となったアトレティコ・マドリードとの決勝では延長戦の末4から1で下し優勝した。レアル・マドリードは記念すべき10度目の優勝。自身としては監督として CL3 度目の優勝となりボブ・ペイズリーと並び最多タイとなった。2年目の14から15シーズン、前半戦はサッカー史上3番目の記録となる22連勝を果たすなど好調であったが、 後半戦に入ると失速した。また昨季 CL で直接対決を制したアトレティコ・マドリードが最大の障壁となり、対決が実現した大会では、スーペル・コパ・デ・スパーニャ、連覇を目指した国王杯のタイトルをいずれも逃し、リーグ戦のアウェーゲームにおいては0から4の大敗を喫している。そして、ベスト八で激突したチャンピオンズリーグでは、セカンドレグで一から零で勝利して、 準決勝に進出し、8試合目にして、雪辱を果たした。しかし、準決勝ではユベントスに合計スコア2から3で、敗戦して、ベスト4で敗退し、史上初の連覇には失敗した。また、リーグ戦では審判への侮辱行為によって残り試合の、ベンチ入り禁止処分を受け、一足先にシーズンを終えることとなった。リーガエスパニョーラでも、最終的に、 宿敵バルセロナに優勝を譲り、UEFA スーパーカップ、FIFA クラブワールドカップは制覇したものの主要タイトルでは、無冠で終了、シーズン終了後に解任された。2015年12月20日、2016から2017シーズンから FC バイエルンミューンヘンの指揮を取ることが発表された。2016から17シーズンはリーグ5連覇を果たしたものの、 DFB ポカールは準決勝で、ボルシアドルトムントに敗れ、ベスト4、CL は準々決勝で、王者レアルマドリードに延長戦の末敗れベスト8に、終わった。2017から18シーズンは、夏の遺跡史上で自身が獲得を望んだハメス、ロドリゲスを獲得するなどしたが、第3節のホッフェンハイム戦で敗戦するなど不調が、目立ち、 CL グループステージ第2節のパリ・サンジェルマン戦において0から3で敗戦した直後の2017年9月28日成績不振のため解任されたバイエルン会長のウリヘーネスはアンチェロッティと一部の主力選手との間に確執があったと告白している2017年12月イタリア代表監督の候補として名前が挙がったが本人は 代表監督就任は職業を変えることを意味する。クラブの監督を続けたいとの理由で拒否している。2018年5月23日、SSC ナポリと3年契約で監督に就任することが発表された。しかし、チームカンブラとの確執や成績不振によりシーズン途中に退任した。2019年12月21日、エバートン FC の監督に就任した。 契約期間は2024年6月までとなる。2021年6月1日、レアルマドリードの監督に復帰したことが発表された。国際 A マッチ26試合一得点クラブクラブ個人。ありがとうございます。